リカルドジャコ行にはアメリカ合衆国で活躍した宇宙物理学者である。X 線天文学のパイオニアの一人である。2002年、X 線天体の発見の功績により、ノーベル物理学賞を受賞した。イタリアのジェノバに生まれたが、幼い頃にミラノに移った。ミラノ大学で学び、ミラノ大学、インディアナ大学、プリンストン大学を経て、 1973年からハーバード大学教授、1982年からジョンズ・ホプキンス大学教授を務めた。1959年にブルーノロッシが顧問を務め、国防省や NASA からの仕事を委託する AS&E 社に務めた。1962年6月18日にロケットを使った観測で、初めて太陽系外の X 線天体の発見に成功した。 1970年代から X 線観測衛星の運用に貢献し、いくつかの宇宙 X 線天文台の主任研究員を務めた。天文学分野における X 線の利用の課題は、X 線の屈折率が小さいため、可視光や赤外線と同様の望遠鏡を作るのが困難な点にあった。邪光ニラは放物線鏡で X 線を全反射させることで、 X 線を就航させ、X 線源の同定が可能な X 線望遠鏡を開発した。これによって X 線天文学の発展に大きく貢献した。2018年12月9日、生涯を終えた。87歳ボーツありがとうございます。